どうもこんにちは。久々の投稿になります。6月30日ですね、もう明日から7月になります。久しぶりにちょっとゆっくりとした平日を過ごしているんですが、今日は事務所で休みではないんですけど、事務所の掃除をしながらテレビを見ながら、MLB ですね、メジャーリーグの試合を見てたらすごいですね。大谷選手は2打席連続ホームランを打って、また、これから7月の活躍も楽しみではありますが、久々の龍眼オランダの子たちが、どうなったかっていう動画を上げなくちゃいけないなと思って、今さっきちょっと暑い中、めちゃくちゃ天気いいですからね、今日も、暑い中外に行ってちょっと1、2分程度動画を撮ってきたので、また最後流したいなと思うんですけど、この動画自体は2ヶ月前ぐらいですかね。まだ選別も一切していない時期で、本格的に稚魚飼育を始めるのは今年度が初めてではあるんですが、去年1回ですね、水泡ガンを少しですね2ヶ月間ぐらい育てたんですけど、その後もう手放してしまったので、実質も初めての、年になります。その中で自分は水質変化をあまりさせずに青水の中で育てていこうかなと思って、ずっと、こんな感じでこういう飼育水の中で稚魚を育ててたんですけど、なかなか、うまくいかずに、いろいろと試行錯誤をしていった結果、今の稚魚の飼育スタイルに、なってるんですが、またこれからもどんどん飼育スタイルというのは変わっていくとは思うんですけども、今現時点ではですね、もう青水飼育はやめて、結構もうどんどん水を回して、ほぼほぼ透明ですね。金魚の村の飼育水はほぼ透明です。一切青水にならないように、一切青水にならないというか、もう青水に少しでもなったら水を回していく、透明な新しい、飼育水にどんどんこんな感じでですね、常に入れ替えることによって水質悪化を防いではいるんですけども、2ヶ月3ヶ月ぐらい稚魚飼育やってみて、一番思ったのは、稚魚は死亡率一番高いのは餓死、栄養不足で死んじゃうっていうことが一番だったので、こうやって青水飼育を中心とした稚魚飼育をやっていたんですけど、自分がやって、一番感じたのは、一番考え方が変わったのは、もうとりあえず餓死よりも、大きくすることよりも何よりも水質をですね、常にフレッシュにしておいた方が死亡率が少ないんじゃないかと。やはり青水飼育の時は稚魚の状態もなかなか観察できない、このくらい浅くしたらですね見えるんですけど、通常の水の深さだとほとんど見えない状況、もう下に行ってる子はもう見えない状況の中、金魚の状態がわからないということで、である日朝起きたら、5匹、次の日は10匹いて星になってることがですね、ポツポツ出てきたので、ちょっと星にしてしまうことが多くなってきたので、ちょっとこれやり方変えなくちゃいけないかなということで、餌よりも何よりも大きくすることよりも、まずはもう水質の悪化を防ぐことを優先的に飼育をしてきました。もうバンバン水変えることで水質の変化で、稚魚が死んでしまうっていうことは覚悟の上でこれをやったんですけど、意外とその温度変化だったり水替えの時に、pH ショックだったり水質の変化で死ぬっていうことはほとんどないっていうことに気づきました、稚魚が。でこの時期からもう水を回すのと同時に、もうどんどん選別の方も始めて、やはりまず選別しないと結構やっぱ死んでしまうなっていうのをつくづく感じました。バンバン水替えしても選別関係ねえやと思って、バンバン水替えしておけば大丈夫だと思ってたんですけど、やっぱりもう選別もどんどんしていかないといけないということで、この時期からどんどん減らしていきました。で減らしていった子たちは、ジモティとかそういうマッチングサイトで、ちょっといる方いますかということであげたりして、要は船尾の子たちですね。まず船尾の子たちを跳ねたんですけど、船尾の子たちってやっぱ生命力あって、泳ぎも上手だからですからね、めちゃくちゃ元気なんで、普通に飼ってても、おそらく元気に大きくなってくれるので、そうやってあげたり、で、あげるほどでもないというか、ただでももらってくれないよなっていう子たちもいるんですね、やっぱ体がぐにゃぐにゃしてたり、完全に尾が
折れてしまったりっていう、まあ、ただ元気なんですけども、そういう子たちはもう跳ねて親魚の飼育水に入れて親魚に食べさせてました。バクバク食べますね、我が子なんですけども。まあいろいろとこの件は賛否あると思うんですけども、まあどうしても跳ねた子たちっていうのは飼育する、余裕もないので、まあもう捨てるかっていう話になるんですけども、もう捨てるんだったら親魚の方にまあ揚げて食べてもらって、血となり肉となりに、なってもらったらなと思って、いつも跳ねた子は揚げています。でこれはこれ親魚じゃないですよ。今まで今さっき過去のムービーをアップしてたんですけど、これが最新の動画になりますね。オランダ流眼の、最近の子供たちですね。水替えの時にちょろっと時間があったので撮影したんですけど、まあ、この中に、トビって言ってすごく大きく成長した子がいるんですけど、この子かな、この子ですね。この子はもう極端に大きいです。生まれて数ヶ月でこの肉流ブクブクになるんですね。すごいですね。すごく将来性のある楽しみな子なんですけども、ただ尾がですね、自分の好みじゃなくてそんなに開いてないんですよね、長尾みたいに。ということでこの子も正直なところ羽の対象になっていて、ですので極端にこの子だけが大きいので、極端にちっちゃい子に結構いたずらするんですよね、この子が。で現在はもう同じ飼育水の中なんですけども、ザルを入れて隔離はこんな感じですね、隔離してるんですけども、まあ狭い中かわいそうなので、この子も明日ですね、明日もうジムティーで知り合った方にお渡しすることにしました。この子とエラがめくれてる子がこの中に何匹かいるんですけど、そのエラのめくれてる子を子をというかあれですね、エラのめくれてる子3匹と今の子大きい子1匹ですね、4匹がちょっと明日里親に出す形となるので、まあなかなか寂しいんですが、どん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 出していかないと。で自分のもう本当に気に入った子だけ残していかないと、もうどっちみち飼育が回らなくなって殺してしまうことになるので、どん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 出していこうと思います。この YouTube でも見ていただいている方に欲しい方いたら、そんな風に、まあ、送料は負担してもらわなくちゃいけないんですけども、送料負担してでももらえますよという方がいたら送ってもいいかなというか、そういうこともやってみたいなと、いずれはですね。ただ現時点ではやっぱ酸素がないので、まあ、いつかですね、酸素欲しいなと、酸素ポンプ欲しいなと思うんですけど、とりあえず、ね、送らなくちゃいけないぐらい離れてる方にまあ送るときはやっぱ送料負担していただかなくちゃいけないのと、酸素もないんでどうしたらいいんでしょうね。今考えてるのはなんか100均の酸素が出る石っていうんですかね、そういうものを入れて梱包して送れば1日ぐらい大丈夫なのかなとも思いながら、なんかいい方法ないですかね。そうという感じで、こっちもその、ね、ある程度金魚を引き数を維持するために、少数性を維持するためにどん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 出していかなくちゃいけないので、なんかまあまた興味がある方はお知らせください。そしてなんかいい発想方法がある方は教えてください。まあいずれは酸素を買う予定なんですけども、現時点ではその方法がないので、なんかこのあるもので何とかできないかなと考えてるんですけども、なかなか難しいですよね。まあ、なんかいい方法あったら教えてください。こんな感じでありがとうございます。